俳優、小栗旬が、作家、太宰治氏を演じる映画、人間失格、太宰治と三人の女たち、9月13日公開、から、三人の女性との濃密な関係が映し出された、特報映像が22日、到着した。合わせて、口元の赤い何かを拭い、セクシーな姿の小栗と、三人の女性たちの姿が映ったティザービジュアルも解禁になった。走れ、メロス、津軽など数々の有名作品を世に出した太宰が死の直前に発表し、遺作となった人間失格は累計1200万部以上を売り上げ、今もなお歴代ベストセラーランキングのトップを争う人気書籍。写真家としても著名な蜷川実花氏がメガホンを取り、原作小説の映画化ではなく、人間失格の誕生秘話を太宰と彼を愛した三人の女たちの目線で、事実を元にしたフィクションとして描く。太宰を愛する女性たちは、制裁、対馬美智子を、宮沢りえ、社用の材料を提供したことでも知られ、太宰との間に子供もできた愛人、太田静子を、沢尻エリカ、太宰の最後の愛人で、共に、玉川上水へ、受水自殺をした、山崎富江を、二階堂ふみが演じる。特報映像は、社用の一文として、有名な、人間は、恋と革命のために生まれてきたのフレーズでスタート。大丈夫。君は、僕が好きだよと甘い言葉を女たちに囁き、静子からは、赤ちゃんが欲しいと、笑顔で迫られ、富江からは、嘘つき。と突き飛ばされる、ダメ男っぷりも見て取れる。制裁の美智子からは、あなたはもっとすごいものが書けると言葉をもらい、人間失格執筆のために机に向かう姿も、ラストでは、水辺で死ぬかと思ったと、ほっとする太宰の様子もあり、色気に満ちた小栗の存在感と、華やかな女優たちの熱演が垣間見ることができる映像になっている。